さてまずは先発の田島の立ち上がりです。初回先頭バッター三森をスイングアウト、野村勇も連続三振とツーアウト。その後3番柳田、ここは外のストレートを逆方向、レフト線へのツーベース、ツーアウトランナー二塁。デスパイの打球はセンターへ抜ける。さあランナーホームをついてバックホームタッチはこれがアウト。このプレーも大きかった。いいコントロールしましたね。さあこれは2回の東浜のピッチングです。杉本見逃しの三振、ランナー中川ヒットで出るんですが、足立はここは463の併殺打。ゲームは3回です。ランナーマッカーシー置いてバスターエンドランが決まります。若月ノーアウトランナー三塁一塁とチャンスが広がりました。そうですね、よく言えばここの回でやっぱり1点は欲しかったですよね。そうですよ、紅林はショートゴロ、マッカーシータッチアウト。この回得点することはできませんでした。4回の表田島のピッチング、ここは足立の好プレーもありました。柳田はセカンドゴロ、守りも良かったです ね、今日はセカンドもサードも、まあ、ショートもですね、今度は今宮の打球は三塁手の宗優馬が飛び込んで一塁へ、これもファインプレー。5回のバファローズはワンアウトランナー二塁一塁とチャンス。1番の福田周平、ここはセカンドゴロ、463の併殺打。東浜も踏ん張ります。あと1本なんですね。はい、さあ6回の田島のマウンド、ね、回を見逃しと三振、膝元いっぱい。野村はスライダー捉えてレフトへ打球が上がって大きな打球ではあったんですが、フェンスいっぱい。中川圭太追いついています。レフトフライ。その裏ランナー2人を置いて杉本、このボールはセンターへ、打球が上がって打球伸びてフェンスを越えていきました。第8号スリーランホームラン。見てもやっぱりセンター方向狙ってますね。このホームランで東浜から3点を先に取りました。バファローズ7回です。さあ海野からランナー置いて福田が左中間を割っていきます。若月ホームに帰って4点目、バッターランナー福田もサードへ、スリーベースヒット。その後胸が犠牲フライで5点目が入って、これは8回です。グラシアルの当たりを中川が候補、今宮のショートの三遊間の当たりもここもしっかり紅林が守ります。中村晃もサードゴロと、立場の構造が続いていきます。さあ9回完封目指してマウンドに上がって、シュートをヒットは打たれるんですが、5番最後柳田を打ち取って試合終了5対0。田島9回119、被安打4、奪三振7の完封勝利。2020年9月16日、楽天戦以来の2度目の完封勝利です。